裁判所法は、裁判所の組織、裁判官などの裁判所職員や、司法収集制の任免、任命資格、裁判事務の取扱い等を定めた、日本の法律。1947年4月16日交付、5月3日、施行。所管官庁は、法務省である。なお、最高裁判所の存在は、日本国憲法が明記するが、下級裁判所の構成は、 本法が規定する。前進となった法律は1890年の大日本帝国憲法の設置に伴って成立した一連の法の一つ裁判所構成法。同法では最上級審が大審院であった。戦後、極東委員会の占領政策の下、日本国憲法発布の全段階として、憲法第76条のすべて司法権は最高裁判所及び、 法律の定めるところにより設置する、下級裁判所に属する、の規定に基づき裁判所法が成立し、同不足によりそれまであった、裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法が廃止された。また、裁判所法施行法により、行政庁の違法処分に関する行政裁判の件、裁判所構成法中改正、 裁判所の設立に関する権及び備意見即決令が廃止された。また、帝国議会衆議院は裁判所法案の可決に、再質疑の付帯決議をした。付帯決議1、裁判所は憲法が国民に対し保障せる人権尊重の精神に徹し、官僚独善の兵風を打破し、形式主義を排除し、真に国民の信頼に応うる。 裁判民主化のために努力すべし。1、賠償制度に関しては、単に広範賠償に止まらず、基礎賠償をも考慮するとともに、民事に関する賠償制度に対しても、十分なる研究をなすべし。帝国議会衆議院議事則記録第20号第12条は、司法行政事務として、最高裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の義によるものとし、 最高裁判所長官が、これを総括すると定めている。第48条は裁判官の身分保障について、裁判官は、公の弾劾または、国民の審査に関する法律による場合及び別に、法律で定めるところにより、心身の故障のために職務を取ることができないと、裁判された場合を除いては、その意思に反して、面官、転換、転所、職務の停止または、 報酬の減額をされることはないと規定して、これに基づき裁判官の報酬等に関する法律や懲戒処分の手続きが設定されている。ありがとうございます。